アイザヤ・スチュワート2世は、アメリカ合衆国、ニューヨーク州ロチェスター出身のプロバスケットボール選手。NBA のデトロイト・ピストンズに所属している。ポジションは、パワーフォワード、またはセンター。幼少期は、サッカーとボクシングをして育った。身長が伸びたこともあり、小学5年生の時からバスケットボールを始めた。リクルートワシントン大学で一年間プレーした後、2020年の、 NBA ドラフトにアーリーエントリーした。ドラフトでは一巡目、全体16位でポートランドトレールブレイザーズから指名を受けた。その後2020年11月22日にロバート・コビントンとのトレードでトレバー・アリーザと将来のドラフト指名権とともに交渉権がヒューストン・ロケッツへ移動。さらに24日には クリスチャンウッドとのトレードで将来のドラフト指名権と共に交渉権がデトロイトピストンズへ移動し12月1日にピストンズと契約した父親のデラはジャマイカの出身である大学時代は父と同じジャマイカ出身のパトリック・ユーイングに敬意を表し彼の現役時代の背番号である33を着用していたハスキーズ・スチュワート ナンバー26プロスペクトオペッツ・フォードラフト .ESPN.com 2021年4月24日閲覧。ブレザーズ・ピックアイザイア・スチュワート・アウト・オブ・ワシントン・バット・ステイインポートランド・ウィルビー・ショート .KING5.com 2021年4月24日閲覧。トレイル・ブレイザーズ・アクワイアロバート・コビントン・フロム・ヒューストン ポートランドトレールブレーザーズ2021年4月24日、閲覧。デトロイトピストンズコンプリートトレードウィズ・ヒューストン。デトロイトピストンズ2021年4月24日、閲覧。デトロイトピストンズサイン・ルーキーズ・キリアン・ヘイズ、アイザイア・スチュワート、セディッヒベー・ベイサベン・リー。デトロイトピストンズ2021年4月24日、閲覧。 ミート・マクウェイド・フレッシュマン・センセーション・アイザイア・スチュワートデモクラット・クロニクル2021年4月24日閲覧ありがとうございます